皆さんこんにちは、編集担当のアスムです。皆さんは10月19日火曜日の22時にポケモンレジェンズアルセウス公式サイト上で一本の不思議な映像が上げられたことをご存知だろうか。この映像は SNS でも考察する人が多く話題の映像となっているということで、今回のゲームニュースはポケモンレジェンズアルセウス公式サイト上に不思議な映像の調査依頼が出現。ツイッター上ではハッシュタグポケモン調査報告をつけての感想考察を募集中。記事は電ファミニコゲーマーより引用しています。株式会社ポケモンは2022年1月28日金曜日の発売予定で、予約を受付中の任天堂スイッチ用ソフトポケモンレジェンズアルセウスについて不思議な映像の調査依頼が公式サイト上へ現れたことを伝えた。発表によると、公開された映像は作品の舞台となる新奥羽地方でポケモンの調査に携わる研究員から寄せられたものだという。映像の公開に合わせてツイッター上では専用ハッシュタグ「ハッシュタグポケモン調査報告」をつけて映像への感想や考察を投稿するキャンペーンが展開されているようだ。なお発表ではゲーム内の映像でないことも示されているため、誤解のないよう注意されたい。以上が記事の内容でした。それではここでネットの反応を見てみましょう。撮影者は一面の銀世界にいて、その山頂のおそらく洞窟内でロコンでもガーディでもない、尻尾の先が赤く揺れてる、首の周りと頭の白いふわふわが可愛らしいポケモンを見たという情報だけは読み取れました。その後悲鳴を上げていたけど、そのポケモンが何かしたのかな、翡翠ガーディに襲われたのかな。不思議なのはこの世界線は大昔なので、なぜ映像があるのかということです。ディアル、ガヤ、アルセウスあたりが関係するのでしょうか。時間軸はおそらくダイパ当時からだいぶ前。しかし少なくとも文明の利器が開発されている、すでに絶滅または姿を変えているポケモンが発見されたことから、タイムトンネルのようなものが発見されるが、過去から来たポケモンに襲われたとか構想できました。めちゃくちゃ楽しみです。新しいポケモンが出るのか。でもこんなにアピールをするということは伝説や幻とかかもしれないが、新しい伝説のポケモン出てくれたら最高なんだが。ガーディン、ガーディパスロコンみたいなのがいたら面白い。分岐進化して今ロコンとガーディになってるみたいな。調査員は子供ポケモンに夢中になってたら親ポケモンに襲われたとかなのかな。無事だろうな、きっと。数分後の雪山崩れを察知して守ってくれたとかも素敵。可愛いって言ってるってことはおそらくウィンディとか進化系ではないと思うけど、でも襲ってくるってなるとどう猛なのか。尻尾の先が赤いってことはまさかの人影。ガーディやロコンと疑う四つ足歩行で小柄、首元にふわふわな毛、地方が違えどそこは変わらないと思う。あとは尻尾の先が赤、目は黄色、ゾロアとかイーブイ。安直な考え方だけど、途中で雪わらし出てきたから雪目の子。雪目の子なら確か元ネタが雪女だから襲ってくるはず。いろいろ新作かもとか言ってる人いるけど、そもそもこの映像公開されてるサイトはポケモンレジェンズの公式サイトだから新作ではなくて翡翠地方の映像なんだろう。アルセウスの世界線かな。夜中に見たらすごい怖いけどリアルさ楽しめる。ポケモン釣れずに草むら入ったらいけないっていうのはこういうことなんだなぁと。
動画を撮ってる人が最後に悲鳴を上げて動画終了なのが怖い。一面の雪景色、ガーディカロコンのような可愛いポケモンを見つけたからの突然の悲鳴。なだれ？ポケモンに襲われた？見ようとしたけどなんか普通に怖いんだけど。夜に見るの早めとこう。この研究員の安否が気になります。映像を見たけど何がなんだかさっぱりわからん。果たして映像を解析しきる猛者は現れるのだろうか。てかレジェンズの時代にビデオなんてあったんだ。調べたところ現実の日本最古の映像が明治時代くらいらしいので、レジェンズもおよそ100から200年くらい前の話なのかも。世界観もそれっぽいし、素晴らしい。ミュウツーの逆襲の研究所のコピー技術映像を思わせる。 SF 味が強かった時期のポケモンを感じます。パルキアとディアルガにより過去に飛ばされたレポーターの映像が現代で復元されようとされているのでは。夜22時に出してはいけないと思います。割と怖いので。雪わらしの鳴き声らしきものも聞こえたんだけど、やっぱ雪わらし関係してるのかな。怖くて見返せてないんだけど、発見した可愛いポケモンと襲ってきたポケモンは別なのかな。襲ってきたポケモン結構大きそうな音だったよね。動画の最初に夜の7時6分から7分あたりでしょうかと言ってるのを聞くと夜なので、午後にして19時6分と19時7分。それを置き換え、図鑑ナンバー196と197がエーフィブラッキー、そして最後に撮影者が襲われると考えると、夕方進化するゴーストタイプの EV の可能性。何もわからないということがわかりました。以上がネットの反応でした。なるほどと思うような考察が多く、ますますこの映像は何を伝えようとしてるのかが気になりますね。それにしてもポケモン公式が夜遅い時間にあの内容の動画を投稿するのはなかなかに面白いですね。発売まで約3ヶ月あるので、これかのああいった考察させるような動画を出してくるのかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。アユナのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。